どうもこんにちは、本田です。それでは今日は絶対値の範囲について学んでいきます。絶対値って基本的には中身の状況によって場合分けして考えるんだけど、今回は場合分けをしないで答えを出す裏技を教えちゃいます。まず絶対値 x が5よりも小さい、この不等式の絶対値を外したいんだけど、これ意味で考えると x は原点からの距離が5よりも小さいって意味だから、数直線上にマイナス5と5があって、この内側だったら原点からの距離が5より小さくなるよね。ということで絶対値 x が5よりも小さいっていうのは、 x はマイナス5よりも大きく、5よりも小さい、こういう風になるんだ。ただ絶対値の範囲で不等号の向きがこっち側だったら、絶対値の中身はプラスマイナスのこいつで挟まれる、こういう風に覚えちゃおう。次に絶対値 x が5以上、これについても同じように考えていこう。今回は原点からの距離が5以上になるところだから、マイナス5を含めたこっち側、もしくは5を含めたこっち側になるよね。ということで絶対値 x が5以上の範囲はマイナス5以下、もしくは5以上、こういう風な答え方になる。ただこれも絶対値の範囲で不等号の向きがこっち側を向いていたら、絶対値の中身はマイナスバージョンのこいつ以下、またはプラスバージョンのこいつ以上、この形で覚えちゃおう。では最後、今の知識を使って3番を解こう。まず不等式の向きがこっち側だから、絶対値の中身をこいつのプラスマイナスで挟み込む形になるよね。そしたらここをスター、ここをダブルスターとして連立不等式を解こう。するとスターとダブルスターの範囲はこうなる。これを図にするとこうなる。つまりスターもダブルスターも満たす範囲、一番重なっている部分はここになるから、 x は1よりも大きい、これがこの問題の答えになるんだ。今回の内容をまとめると、絶対値 x が y よりも小さいときは x はプラスマイナス y に挟まれる、不等号の向きが逆のときは x はマイナス y よりも小さい、もしくは x は y よりも大きい、こういう風な範囲になるから、これを覚えよう。ただしこの裏技が使えるのはこの形の時だけなんだ。だからもし問題が絶対値が分散するような問題だったら、これは適用できないから、その場合は地道に場合分けをして対応しよう。今日は絶対値の範囲を場合分けしないで求める裏技を学びました。この動画でしっかりやり方を押さえて復習問題に臨んでください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。